こんにちは。皆様に健康をお届けするアッツンです。本日は野菜不足のあなたのために簡単にミックスベジタブルジュースを作る方法をお伝えしたいと思います。用意するのはこちら、ミックスベジタブル。それでは早速作っていきましょう。はい、こちらのミックスベジタブル、もう凍ったままでいいので、このままこんな感じでバーッと入れましょう。そして水を入れます。あとは混ぜるだけ、とっても簡単。いきましょう。はい、さあ、よく混ざりましたかね。コップに入れていきましょう。スムージーのように。では早速いただきます。おお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 お。失礼しました。もう一度。失礼しました。もう一度。できないよ、できない。すごいグリーンピースの香り、豆臭がもう。皆さんはちゃんとした野菜ジュースを作ってください。